kill. He's done. Luddite removed. はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は超高スコアストリークカスタムってことで、攻撃ヘリとスナイパーヘリとストライクチームですね。スナイパーヘリはなんかヘリが飛んできて、ヘリに乗ってるスナイパーの人が上から撃ってくれるっていうやつなんですけど、まあそんなめちゃくちゃキルしてくれるってわけじゃないけど、まあ十分強いからちょっと積んでみました。なんか B ポにずっといるな。で、今日は AR で最後に解除される、よいしょ、マッドドックス、マドックスかな。うん、ちょっとファストマグ1、2つけたんだけど、めちゃくちゃリロード早くないか、これ。いいと、うわー、タイミング悪すぎる。上から来てるぞ。ちょっとサイト今日は珍しく外してきたんだけど、さあこれは外してきてよかったかどうか。あれあれ、僕のコロコロどこ行った。そこか、右から撃たれたけど大丈夫か。 B 行くか。さあちょっとね、この銃はなんかもう SMG みたいなもんなんで、むしろこう近距離運用しようかなと思って、今日はサイトをね珍しく外したんですよね。よいしょ、そこにいる。よいしょ、ダブルキル。さあ、ここのリスなかなかにバグってるからな。まだ湧いてるな、同じ場所から。さあ、外周から詰めていって、やれなかったぞ。そこにもう一人いるんだよね。で、さらにちょっと待って、おかしい。ちょっと待って。あと1キルでヘリだったのに。やばい、もう何これ。ああ。リスポーンおかしすぎるでしょ、今の。いやー、惜しかったな。流れは来てたんだけど。さあ、もう一回リハ取らないとですね。で、まずは、なんか下にいない？うわ、なんか絶妙に見えないチンネル。OK。うわ、端から撃たれそう。で、回復して、そこ来るよね。まずは橋の上取らないとなかなかに厳しそうだな。味方が B 取ってくれてるんで、橋の上チェックやってく。さあリロードして、あそこは無理だな、多分左から来るかな。おっと、これは味方のキルストリークかな。ちょうど来たね。さあまたバグリスの場所に来ましたね。どうせまた同じとこから湧いてきてるんじゃないか。 OK、 一気に向かってくる。オッケー、3枚抜き。いいぞ、いいぞ、いいぞ。ちょっと弾が少ないから一旦引こうかな。あ、でもテンペストあるな。ちょっと左外周回ってみて、テンペスト使ってみよう。まあ、ずっと同じ場所から行くのもね、なんかあれなんで。しかし、このテンペスト当てにくいんだよな。エイムアシストがないんで。動いてる敵に対してなかなか当てるのは難しいんですけど。おっと、後ろ湧いてる？大丈夫そうかな？うわ、奥見えるんだけどな。当たったかな？お、スナイパーヘリ出た。外した。あ、そうだ、弾がないんじゃない？僕。そうそう、スナイパーヘリは出たけど、ここはストリーク全部出したいな。倒せないか。いやー、待って。OK、攻撃ヘリ出たね。彼の銃を拾いたいな。あれ落ちてなくない？おー、オッケー。あれ、それ攻撃ヘリ呼べてなかった。ストライクチームと、攻撃ヘリ出して、もうこのハンドガンでいくか。このハンドガン強いしな。で、タティちゃんを裏取りして、これは味方か。アイシャル拾ってこう。リボルバーの弾がなくなっちゃったから。オッケー、勝ってく。うわー、気持ちいい。いいぞ、いけ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 。どこ行った？これリスポーンどうなってるんだろう。おー、ちょっとリスポーンが読めない。
まだ奥で湧くと思ったんだけど湧いてないな。若干リス修正されてたか見えませんよね。ちょっと C やっぱ C 乗ってリスポーンちょっと変わったんかな。なんか今まではずっと A 湧きするっていうすごいもうもはやバグみたいな感じだったんだけど若干変わってるっぽい。ストライクチームさすがいいぞ取っちゃおうか。まだ湧いてるね。いやこれ死ぬ。あーストライクチームもう一周出そうだったのにな。やっぱストックがない AR はあそこが弱みですよね。前半戦5900ダメージ、いい、なかなかいいね。さあサイド交代 で次はフリハタの A サイドからなんで左ガスッと上がってもうリスポーン変えるつもりでいっちゃおうかな。まあまずは3枚4人ぐらい削ってから B 行かないと B は取れないと思うからさすがに。いな、お、あれ部屋の中入ってったな。 B 取ってるね。取らせはしない。オッケー。え、強っ。ちょっと待って。SMG かって感じだな、もう本当に。多分左に来ると思うんだよ。で、スナイパー、あれ？あ、スナイパーヘリ出せない。あ、なるほどね。攻撃ヘリとスナイパーヘリは同時には出せないのか。空が混雑してるってことか。お、敵も使ってる。いや、右かー。うわ、もったいなかったんじゃないか今のかなり。まさか敵もシーカーコロコロを使ってるとは思わなかったぜ。さあテンペスト止まってますね。でさっきからあの家に住んでる人がかなりいるんだよな。まだ2階にいるね。うおお2人ぐらいまだ入ってるぞ。さあテンペストちょっと展開していきつつ中にいる人が顔出した。感電させて、うわ、家の中の人隠れちゃったね。あれはちょっと追いかけられないから一旦飛行。 B ポは大丈夫そうだね。ちょっと外周感電感電。さあテンペストあと数秒で切れちゃうな。お、右下大丈夫やったかな。味方が C 取ろうとしてる。これは援護したいね。やっぱここ3人ぐらいいる。うわーもったいない。連続キルいけそうかなと思ったけどさすがにそんな甘いもんではなかったか。左から2枚ぐらい出てくるかな。1枚だけってことは地下か。でここでリボルバーに切り替える。あークソエイム。もう一丁スナイパーヘリが1キル。さあこのハンドガンは近くだと2キルで倒せるんで、違う、2キル?2 発でね、倒すことができるんで、非常に強力なんだけど、なかなかリスポーンが変わらないな。まあ、このままでも押し切れてるからいいかな。でも、多分、うおー!やばい!目つけられた。逃げる逃げる逃げる。全力で逃げるぞ。お、なんかいる。わー、ちょっとサイトないと見づらいな。ん?敵のワンちゃんがいるね。うん、さすがに近距離で運用すると言ってもやっぱりサイトあった方がいいですね。うわ、なんとか生きられた。さあ速攻で回復して近距離倒していく。もう一人いなかったかな。お、今ロングにいたね。やっぱりちょっと、あ、うわお、ああいう中距離やり損ねることが結構ある。この銃ぐるっと回ってとりあえず B ポを囲むようにしてれば、まあ、取られることはないと思うんで、よいしょ。鬼界はおりませんね。Remove the Ajax. さあ今キルした人は湧いてくるでしょ。で1人 B に行く。でそこから1枚来て2階は出てこない。ほとんど B に流れてるな。建物の中いますねこれ。ちょっと危ないけど行ってみよう。もうちょっとで試合が終わっちゃうんでやれなかった。リロードしてこのまま下にいるんだよな。
さあ湧いてくるんじゃない？お、左外周詰めてる。僕の真下にいるね。で感電してるからその人倒していく。でブラボー取られてるからちょっとここは思いっきり突っ込んで倒していって、オッケー、71キル8です。1番ダメージ。うん、ちょっと後半戦は見どころがなかったかもしれないけど、お疲れ様でした。今日は、まあ、高キルストカスタムということで、ちょっとねこの銃の解説はまた今度ってことで、まだね僕もそこまで使い込んでないんでね、解説できるほどじゃないと思うんで、ちょっと使い込んでから解説しようかなと思います。よかったらグッドボタンお願いします。お疲れ様です。We were never apart, drinking too young.